オランジュリー聖ヨハンニス協会聖グンベルトス協会アンスバッハバッハ週間はドイツのアンスバッハで各年で開催される音楽祭。会場は上巻・オランジュリーと宮廷庭園聖グンベルトス協会と聖ヨハンニス協会などが使用される。1947年にポンマースフェルデンで第一回の音楽祭が開催されたが翌年からアンスバッハに移された。 当初は指揮者のフェルディナント・ライトナーが中心で、ボルフガング・シュナイダー・ハン、ユーディ・メニューイン、ビルヘルム・ケンプ、オーレル・ニコレ、ピーター・ピアーズ、ディートリ・ヒフィッシャー・ディ・スカウラが招かれた。その後、1955年から1964年まで、カール・リヒターが芸術監督を務めた。1980年代からレパートリーが拡大し、 ヨハンゼバスティアン・バッハのみならず、バッハの息子たち、クラウディオ・モンテベルディ、ヘンリー・パーセル、パウル・ヒンデミット、ビトルト、ルトスワフスキ、アルボ・ペルトなどの作品も演奏するようになった。2000年代に入ると、音楽祭にバッハとストラビンスキーなどとテーマを設定され、子供のためのコンサートやジャズコンサートが加わるようになった。これまでに出演した音楽家たちには、 ムスティスラフロストロポービチ、フェルディナント・ライトナー、ナタン・ミルシテーン、ネビル・マリナーらがいる。また近年に登場した音楽家として、ギドン・クレーメル、ジョン・エリオット・ガーディナーとイングリッシュ・バロック・ソロイス、フィリップ・ヘルベフヘ、トン、コープマン、アンドレアス・シュタヤー、鈴木正明とバッハ・コレギウム・ジャパンなどが挙げられる。ありがとうございます。